大阪東港駅は、大阪府大阪市港区にあった、日本国有鉄道大阪環状線貨物支線の貨物駅である。大阪港に至る、臨港鉄道は、関西本線、今宮駅から分岐する、関西本線貨物支線として、1928年12月1日に、大阪港駅までが開業していた。第二次世界大戦後、安治川内港が建設されることになり、 味川の南岸に岸壁が整備されることになった。これに伴い、この岸壁に至る臨港鉄道の必要性が感じられたことから、1951年9月に大阪市から国鉄に対して臨港線建設の申し入れがなされた。この路線の経路については3案が挙げられたが、最終的に大阪臨港線の何話駅から分岐する経路が選択された。 三十軒堀川の端に早期に着工する必要があったことから、九百五十二年十二月に大阪市と国鉄の間で仮協定を締結の上で、九百五十三年三月に着工し、九百五十六年三月十五日に開業となった。施行期面より、下部については大阪市、上部については国鉄の負担で建設が行われ、また用地は 大阪市が無償で国鉄に対応した。何は駅から大阪東港駅へ至る本線については国鉄所有とし、また大阪東港駅における公共輪行線などは利用期間中は国鉄の所有とされた。途中線船橋において大阪市電と平面交差していた。さらに、安治川内港の工事進捗に伴い、 1956年7月には倉庫やサイロまでの側線などが完成し、また1957年には三菱セメントが専用線を付設した。安治川第二号岸壁の建設に際してはさらに大阪東、港線の延長が国鉄に申し入れられ、大阪市が費用を全額負担して1965年3月末に延長工事が完了した。 1961年4月25日、大阪臨港線の線路の一部を利用して、大阪環状線が開通し、大阪臨港線は、境川信号場で分岐する大阪環状線の貨物支線という扱いになった。これにより、当駅も大阪環状線の駅となった。しかしこの頃から自動車への貨物輸送の転移が進み、臨港鉄道の利用は低迷するようになった。 1984年2月1日、国鉄の財政再建計画の一環として、大阪東港駅は、独立した駅としては廃止となり、何は駅の側線扱いでの営業となった。さらに1986年月に国鉄から大阪市に対して廃止の申し入れがなされ、同年11月1日に、側線扱いでの営業も廃止となった。 公共臨行線については直ちに大阪市に現状のままで返還され、大阪市によって施設の撤去作業が行われた。一方国鉄の所有扱いであった営業線については国鉄側で施設の撤去を実施してから土地が返還されることになり、日本国有鉄道生産事業団に引き継がれた後、1988年3月に施設撤去が完了。 土地が変換された。ありがとうございます。